気難しい人で、小言もよく言われるんですね。ガチが回らないとか、褒めてくれないっていうか、美味しい時は何も言わないで、だけどそれがやっぱり時々そういう言葉が欲しかったりとかする時があるんですよ。そうなんですね。なのでそれがやっぱりこうなんかだんだん寂しくこうなっていくし、気持ちがね、ちょっと、まあ、22年こう溜まってきたみたいなのがね あるので、ふと、あ、もし離婚したらこういうのから解放されるなって思ったりすることはもちろんあります。思うんですか。いや、これ危険ですね。もう考えてるってことはもう想像できてるっていうことですから、準備段階に入ってるっていうね。そう、ま、でそこで新たに男性がフッと来て、うん、綺麗ですねとか褒めてくださった場合、そっちに流れますよ。若い十何個下の、タイプス。森尾さん、俺タイプス。てるんだけど、なんかね、男の人って言っちゃうと問題あるかもしれないですけど、うちの主人はまあ妊娠してる時に限ってちょっとね、夜遊びがちょっとあったりとか、あんたも車の助手席乗って、あれ、私の好きなポジションと違う。これあるあるやな。いや、これあるあるですよ。浮気あるある。やっぱり許せない時も過去には一度あって、娘の高校受験の時だったんですけど、まあ、学校のこと任せるからって言われたんだけど、まあ、学校決めてそれに合わせて塾を決めてってここに決めたんだけどって言うと、そこじゃなきゃダメなのかとか、もっと安いとこないのかって、いいところちょっとね言うんですよ。決まってから言うの、やっとけって言ったでしょっていう話ですもんね。そうそう、まあ、でそれでじゃ相談したい時に、あなたは帰ってきてたのってなっちゃうわけです。森さん、すごい愚痴になってきてますんですよ。母にちょっとやっぱりこんな気持ちが逸れてたら、なんかうまく結婚続けていけないんじゃないかなって母に相談した。母が3年だけ我慢してみれば、高校、娘の高校卒業まで我慢してみればって言われて、あ、そうかと、勢いでするものじゃないかもしれないって思ったんですよ。それと友達に相談した。友達はやっぱり3年って友達に言われて、その3年って何するのって聞いたら、離婚するならするで、その後の生計を立てるための準備をしろって言われたんですよ。仕事をきちんと見つけるとか、収入ちゃんとするとか、そういう全部準備をして、3年間です、完璧にして準備ができたらレディーだよって言われたんですよ。母は逆で、その3年の間にもしかしたら気持ちが変わるかもしれないし、でその離婚の準備をしているということに満足して、もしかしたらもう1年2年いけるかもしれない。もういつでも見えてるけど、まあ、こんだけもう分かってんねやったら別に今すぐせんでもええかみたいな、親心もあるでしょうね。なので私の場合はその3年間が冷却期間というか、気持ちが落ち着いて、主人も反省をしてくれて、寄ってきた気持ちが分かったので、いい3年だったんです。だから